こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のこれやっちゃダメ、秋の NG コーデ参戦ということで、お届けをしてみたいと思っています。撮影をしているのはですね、9月の初旬ということで、だいぶですね、気温が落ち着いてきた頃なんですね。そうなると、本格的に秋風について考える方も増えてるのかなと思います。まあ、そんな時にですね、ついついしがちな NG コーデを今回は3つご紹介したいなと思っているんですね。どれもですね、正直ちょっと極端に分かりやすく振っているんですが、結構街を歩いていてもこのような着こなしの失敗をしている方は少なくないので、ぜひ皆さんもですね、振り返りとしてこういったコーディネートしてないかなというところで確認をしていただきたいなと思っています。まあコーディネートもそうなんですけども、まあ、コーディネート以前のアイテム選びですね。 ここで失敗してしまうと結構ですね、どうにもし難いところもあるので、秋アイテムを選ぶときの注意点も含めてお伝えをしていきたいなと思っています。そして NG だけではなくて、これをこんな形で変えてあげると秋の着こなしとしては最適ですよというような、まあ正解の形もですね、しっかりとお伝えしたいなと思ってますので、そのあたりも安心しながら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録 登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、早速一つ目とですね、秋の NG コーデから皆さんに解説をしたいなと思うんですが、動画の途中から見た方はですね、これが OK スタイル、大山がですね、お勧すすめしているスタイルだと思ってしまったらちょっとですね、誤解なので、これは NG コーデというところは最初にお伝えをできればなと思います。まあ結構このような全身カジュアルな着こなしの方って少なくないかなと思うんですね。まあ代表的なところで言うと、まずパーカーですね。このアイテム自体が悪いというわけでは なくてまあ、パーカーの中にも様々な選択肢があって、その中でもですね、まずは こういったグレーのパーカーでジップアップ式っていうのはですね、実はなかなか難しいんですね。まあ土定番のアイテムではあるんですが、まあこのようなアイテムってどちらかというと部屋着のイメージが強いかなと思うんですね。ですのでこれを外できるとドカジュアルに見えがちなのでちょっと難しいんですね。しかもパーカーの形としてはジップアップとあとはプルオーバー、被りのタイプ2つがあるかなと思うんですが、その中でも最近旬になっているのはジップアップではなくてプル のの被り式なのでこのような、もう、土定番のですね、グレーのスウェットというのは、なかなか難しいかなと思うんですね。ましてや、コーディネートで、下はですね、薄い淡い色のデニムですね。で、サイズ感はこれ、レギュラーフィットで、決してこう、ワイドでもないし、かといって、結構細身の綺麗めなラインでもない、まあ、通常のフィット感なんですね。このような中途半端な太さのですね、ちょっと薄いデニムというのは、なかなか難しくて、結構この辺りも履いている方、少なくないかなと思います 思思うんでですすすねね、まあ、随分前からデニムをです、ね、ずっっっっとと履き続けててて色色が落ちししままたた結果薄いいいになったっていう方もいると思いますしこのような色っていうのは結構難しいです。おしゃれ上級者の方とか、あとはですね、10代、20代の世代であれば、あえてこのような薄い色のデニム、もっとワイドフィットで履くことはあったりするんですが、なかなか僕ら世代には難しいので、ちょっとアイテムとしてはですね、避けておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。そして靴ですね。僕の これ私物で普段からよく履いているニューバランスの 2002R というモデルなんですね。これはこれでめちゃくちゃ人気で結構すぐに完売してしまったモデルなんですがこのような全身カジュアルな中にニューバランスのスニーカーを合わせてしまうと本当にドカジュアルになってしまってこのスニーカーが 本当にダサいのかダサかっこいいのかというラインが曖昧で結構全体としてはやぼったく感じられてしまうのかなと思います。まあニューバランスのスニーカーがトレンドだからといってどのようなコーディネートにも合うというわけではなくて結構ですね失敗するとめちゃくちゃやぼったくなるというところも踏まえてお伝えができればなと思っています。どのアイテムも必ず NG というわけではなくて合わせ方次第とかあとアイテムの中で違うものを選べばいいというところで変更は可能なのでちょっとですねパーカー を使ったスタイルで NG ではなくて OK の例もこの後着替えながらお見せしたいと思いますはいということで着替えていましたどうでしょうか 同じパーカーコーデでもだいぶ印象が変わったかなと思います。まあ先ほどはですね、ライトグレーの定番的なジップ式のパーカーを着ていましたが、まあ、今回はですね、被りのタイプ、プルオーバーのですね、パーカーを着ています。まあサイズ感としては先ほどのと同じぐらいか、もうちょっとゆったりめなんですね。パーカーというと、もうちょっとコンパクトなものが多かったかなと思うんですが、今はですね、ちょっと緩めのサイズのものも増えてるんですが、このあたりはですね、トレンド感のあるサイズ感を取り入れても全く問題がないかなと思います。 今回はですね、去年購入したビューティアンドユースのオリジナルですね。なんかベージュとブラウンの間ぐらいのですね、パーカーを着てるんですが、無地であればこのような色でも結構綺麗に着れるんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、まあ、上半身パーカーでかなりカジュアルなので、しっかりと引き締めてあげた方がバランスがいいんですね。その点、このような僕がよくお伝えしているブラックのイージーパンツですね。このあたりが最強なんですね。パーカーを着るなら黒のボトムスを合わせる。これ鉄板なので、ぜひ皆さんも覚えててください。 ていただきたいなと思いますこれは今年グリーンレベルで買ったですねブラックのパンツなんですがまあ、シルエットもですねテーパード型になってまして腿周りには適度にゆとりはありますが膝下から細くなるような形だとまあ、ワイドすぎないので大人の男性には似合いやすいかなと思いますで足元なんですが今回も先ほど同じようにニューバランスのスニーカーを合わせています先ほどはですねまあ、グレーの中でも深みがあってちょっとオリーブっぽい色にも見えるようなグレーを履いていたんですが今度はですねライトグレーか からミディアムグレーぐらいのですね。ニューバランスをスニーカーを合わせました。まあ、先ほどのパーカーと同じような色合いかなとは思うんですが、こちらの方が。 割とこう、大人の男性にも似合いやすくて、そんなにやぼったく見えない色味かなと思うんですね。まあ、ニューバランスがすごくカジュアルだったりだとか、あとはパーカー自体もカジュアルではあるんですが、このボトムスですね、ブラックのウージーパンツがあることで、一気に引き締まるので、そこまでカジュアルに見えすぎないんですね。ですので、何度もお伝えしたいかなと思うんですが、大人の着こなしで大切なことは、全身のアイテムがカジュアルになりすぎないこと、ここを注意するということなんですね。まあ、今回の着こなしだったら、このブラックの パンツが一つのキーになっていますし足元ニューバランスなんですけどもこれ白レザースニーカーとかでもうちょっと綺麗感を足してあげてもバランスがいいかなと思うので、まあ、このような形でパーカーを着るのであればプルオーバータイプでちょっとゆったりめのサイジングで選んであげてブラックのスラックスを合わせるというところこの辺りを抑えながらコーディネートを楽しんでいただければなと思っていますはい、続いて2つ目の秋の NG コーデなんですが 今回のキーアイテムとなるのは、まずはこちらのチェック柄のシャツですね。これは劇的に合わせるのが難しいんですね。とは言っても、未だにいろんなお店で取り扱いがあって、大人の男性でも着てる方は少なくないかなと思うんですね。まあ今僕が着てるのはですね、コットンのこういったチェック柄のシャツなんですが、これから秋冬だと、寝るシャツ、フランネル素材のシャツなんかで、割とですね、こういったチェック柄のものが増えたりするんですね。それがですね、パッと見で可愛かった たりするので。 ついつい選んでしまいがちなんですね。まあ、白のボタンダウンシャツとかを選ぶよりも、こういった柄が入っているものの方が、なんかこう、おしゃれに見えるというところも、間違ってはないかなと思うんですが、ちょっとやっぱり子供っぽく見えるというか、それを通り越して、おじさんの定番っぽく見えるので、チェック柄のシャツはですね、相当なおしゃれ上級者じゃないと、使いづらいのかなと思います。去年ですね、確かユニクロ U でチェック柄のシャツが出まして、かなりですね、人気が高かったんですね。まあ、そういったものも、このような 定番的なチェック側のシャツではなくて、ちょっとひねりがあって、サイズ感もワイドだったりだとか、デザイン面も含めて、すべてでバランスを調整しながら作っていたりするので、そういったものを中級者以上の方が着るのであれば、おしゃれなんですが、まあ、こういったですね、いわゆる普通のチェック柄のシャツ、これはですね、なかなか難しいかなと思うので、まあ、皆さんもですね、注意をしていただきたいなと思います。そしてそれに合わせたのが、まあ、僕、動画の中でもよくお伝えしてますが、チノパンですね。 ベージュのチノパン。これもまたですね、休日のパパの感じがすごく出やすいので、なかなか難しいんですね。しかもこれシルエットがですね、えー、太くもなく細くもないという中途半端な太さなんですね。これが一番難しいです。結構チノパンもおしゃれ上級者の方がもっとワイトなものをですね、着こなしの中に取り入れたりしていて、それはそれでめちゃくちゃおしゃれに見えるんですね。なのでチノパンに罪はないんですね。あくまでチノパンの中でも サイズ感ですね。このあたりが重要で、太くもなく細くもないものはなかなか難しいというところですね。まあちゃんとですね、足にフィットしたような血のパンであっても、まあ今っぽいスタイルとはちょっと違うんですが、これはこれで定番的に使いやすいので、そのあたりは問題はありません。中途半端な太さで、なおかつですね、色味もこう白っぽい感じのベージュってなかなか難しいので、このあたりは注意が必要かなと思います。しかもこのチェックシャツと合わせるとどうにもですね、カジュアル感が抜けないので、 これ NG コーデとして覚えておいていただきたいなと思っていますじゃあこのチェックのシャツのコーデと大人っぽくするとしたらどのような見せ方があるのかちょっと着替えてみたいと思います はい、着替えてみました。今度はですね、シャツを大きく変えてみたわけですね。先ほどはチェック柄を着ていましたが、それをですね、同じ柄物の中でも、ストライプに変えてみたわけなんですね。これでだいぶ印象が変わると思うんですね。チェック柄って、こう正方形のですね、柄が並んでいる形で、割とですね、こう横長に見えがちなんですね。割と着膨れもしやすかったりだとか、子供っぽく見えがちなんですが、一方で、ストライプ柄って、縦にこうラインが走るので、縦長効果があるの とあとはですね、ビジネスシャツのイメージもあるんですね。ビジネスシャツの中で、このようなストライプ柄っていうのも、白、淡いブルー、その次に来るぐらいですね、割とこう綺麗めなものになるので、まあそういったイメージもあって、ストライプというのは、大人っぽく綺麗な雰囲気も漂いつつ、無地に比べると少しアクセントがあるので、チェック柄のような少しおしゃれ感があるものが欲しいなという方でも、ちゃんと退屈に見えないという点では、気持ちを満たしてくれるようなアイテムかなと思うんですね。僕はブルーとこのようなホワイトを使 た2色のストライプ柄が好きでよく着るんですがこれはですね結構年代だとか体型に関わらずいろんな方に似合いやすいのでぜひ選ぶのであればチェック側ではなくてストライプ柄が良いかなと思いますでもう一つ大切なのはサイズ感ですね先ほどのものは結構定番的なジャストサイズだったんですがこちらは少しゆったりめになってるんですね、まあ、ビジネスっぽく見えがちなストライプシャツも少しゆとりを加えてあげることでカジュアルに落とし込みやすくなるので、まあ、このような超ゆるサイズを選 選んでもらうとまず間違いがないかなと思いますユニクロとかでもですねストライプシャツ結構良いものが売ってますので先日のですねユニクロの秋のアイテムのベスト5というところで紹介してますので良かったらそちらの動画を参考にしていただきたいなと思っていますでボトムスなんですがまあ、実は一つ目と変わらないんですねブラック系のイージーパンツこれを履いとけばまず外すことはないんですねまあ、本当に難しいことは言わないでこれだけ持っとけば色々使えると思いますまあ、上半身ストライプのシャツと ということで、少しですね、柄の強さみたいなものもあるので、ボトムスはブラックでもうプレーンに引き締めれば、もう着こなしは完成なので、これほど簡単なものはないですね。 結構明るい色のボトムスって難しかったりするんですね。まあ先ほどの明るめのですね、色落ちのデニムだったりだとか、ベージュのチのパン、このあたりって結構色的には膨張色ではっきりしない色味なので、意外と合わすのが難しかったりするんですが、まあその点ブラックのパンツというのはもう本当に何も考えないで、そのままコーディネートが完成するので、まあぜひこういったものでストライプのシャツを合わせてもらえば、全然ですね、印象が変わるかなと思うので、皆さんもトライしていただきたいなと思っています。 はい、ということで、三つ目の NG コーデをですね、解説したいなと思うんですが、これはですね、ある意味で絶妙だと思うんですね。なんかこう、着こなしとしては、 うまくいけばですね、それなりに見えそうな感じがするんですが、ちょっとですね、なんか惜しい感じがするコーディネートかなと思ってまして、このあたりをなるべく言語化してみたいなと思ってるんですが、まずはですね、こちらのミリタリーっぽいオリーブのですね、ライトアウターですね。実はこれ、おすすめのアイテムとして先日ご紹介しました、ユニクロのユーティリティジャケットなんですね。これ自体はめちゃくちゃいいです。 ただですね、着方によるかなと思っていまして、このアイテム自体はちょっとこうミリタリーっぽい雰囲気があって、なおかつオリーブという色がですね、どこか失敗するとですね、やぼったく見えがちなので、やはりちょっとクリーンなアイテムと合わせた方がバランスがいいかなと思うんですね。まあ、カジュアルなアウターかなと思うんですね。で、下に着てるのはボーダーの T シャツ。これ自体も悪くないんですよ。ユニクロのちょっとワイドフィットのですね、ボーダーの T シャツで、ライン自体は結構細かめなので、僕はかなり好きなんです。 これも、OK、アイテムとして挙げてげいますただこれもカジュアルなアイテムですよね。今んところカジュアルにカジュアルで。ボトムスはですね、スウェットですね。グレーのスウェットパンツというと、やっぱりこれまたですね、部屋着感が出るんですね。まあこれでですね、決め手となるかなと思うんですね。どれもカジュアルという感じです。まあスウェットもですね、これ着方次第で、まあおしゃれに着てる方もね、結構おしゃれ中級者以上の方はいらっしゃったりするんですが、やはりですね、部屋着の印象を脱却するのが、 ななななななかかか難ししいいいのでで相当自信がないととすね履きこなせないアイテムかなと思ってましてま僕もですね、これは履かないですね。どうしてもですね、トライをすると、特に奥さんからですね、これ部屋着っぽくないとか、あんまりですね、女性目線から見ると、評価が高くなかったですので、特にグレー系のスウェットパンツは注意が必要なのかなと思います。まあ、外し履くという着方もあるんですけどね、それでも難しいと思います。そこにニューバランスのスニーカー、一番最初に出てきた 2002R ですねこれ自体は大好きなんですよ僕も今日これ普通に私服として履いてきた靴なのでまあ、すごく気に入ってるんですがやはりスウェットだとかこういったメリタリーっぽいアウターに対してのニューバランスはなかなかやぼったく見えてしまいがちなのでそこも注意が必要かなと思いますまあ、全身カジュアルというとこですねこれボトムスがベージュのチノパンだとか最初にお伝えした色落ちしたブルー系のデニムでもなかなか難しいかなと思うんですねこの辺りをどのよう ように調整すれば OK コーディネートになるのかちょっとですねこれは残しながら着替えてみたいと思いますはい着替えてみましたどうでしょうかだいぶですね印象変わったかなと思うんですね実は着てるものほとんど変わらなくて アウター、こちらはですね、オリーブ色のユーティリティジャケットですね。その下にはボーダーの T シャツを着て、で、足元も先ほどのニューバランスをですね、グレーとオリーブの中間ぐらいの色合いのですね、2002R を履いています。変えたのはボトムスだけです。これをですね、ライトグレーのスウェットから、もう先ほどからずっとですね、履き倒しているブラックのイージーパンツに変えただけです。これだけで着こなしがぐっと締まったのが分かっていただけるかなと思いますね。あとはですね、袖を をちょっと腕まくりをして、腕元に時計だとか、バングルをちょっと見せてあげたりだとか、あとは小物ですね。このようなカラーレンズ入れたサングラスをですね、かけてあげたりだとか、小物で調整をしただけです。これだけでも全然ですね、バランスが良くなったのが分かっていただけるのかなと思います。全身カジュアルというのがなかなか難しいのであって、あとはですね、一点だけでもいいです。本当に最初は一点だけでもいいので、まあそういった点ではブラックのイージーパンツがこれだけでも綺麗な雰囲気が出せるので、 一番簡単だと思うんですね。これに変えてあげながらだと、こういったミリタリーっぽいですね、アウターもしっかりと締まるし、かえってですね、オリーブという色はあんまり普通の人は着ないんですね。 どうしてもネイビーだとかグレー、ブラックというところの色を着る方が多いのでそこにオリーブというものを着てなおかつですねちゃんと全身のバランスが取れていればおしゃれに見えるんですねしかも旬なアイテムなのでこういったアイテムをですねちゃんと引き締めながら使ってあげればすごくバランスがいいかなと思うのでぜひこのあたりもですねトライをしていただきたいなと思います結構意外だなと思ったのがこのようなミリタリージャケットとしたボーダーの T シャツ両方ともカジュアルですよねなので合わないかなと思ったんですが結構もうボトムスを変えるだけで 全然印象変わってしまうので、これぐらい調整すれば全然リアルに使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、秋のこれやっちゃダメ NG コーデ参戦ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、こちらにね、NG アイテム並んでいますけども、まあ、なかなかですね、このあたりのアイテムというのは、おしゃれ上級者の方があえて狙ったりしない限りは、ちょっとですね、コーディネートが難しいアイテムなんですね。ですので、皆さんもしこういった秋服を持っていたら、まあ、ちょっとこれを機会に断捨離してもらうのもいいのかなと思っています。そして、コーディネートの基本としては、ま、あ 全身がカジュアルになりすぎないということ、ここだけを抑えるだけで、だいぶですね、変わってくるかなと思うので、ぜひ今回の NG コーデ、そして OK コーデ、その2つを参考にしながら、秋の着こなし、存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をお伝えしたいなと思っているんですが、 もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています2週間日曜のベースでライブ配信なんかもやってますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか普段動画を見る時間がないという方のためにオンラインサロンもですね開催をしていますそちらの方ではですね1分程度でサクッと読めるようなおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね 最新記事でお届けしてますので、こちらもですね、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。